ようございます。東京駅に着いて切符を発行したので、今から新幹線に乗りたいと思います。新幹線にフリー Wi-Fi があったんですけど、どれくらい速いのか気になったので、RBB スピードテストを使って速度を測ってみました。このアプリは月間約20万件のデータを計測し、 LTE、Wi-Fi の全国平均や最速値、都道府県別ランキングなどが毎日更新されています。今回の京都旅では、スポットごとに回線速度もちょっと測ってみたいなと思っています。はい、京都に着きました。から長い道のりを歩いて毘沙門堂に到着しました。まだね、緑が残ってたりするんですけど、それでも結構紅葉が進んでる木はね、真っ赤になってます。ここが有名な、よくみんなが写真撮ってるところ。この辺のモミジはめちゃくちゃ緑、まだ完全に紅葉しきってない感じかな。毘沙門堂から下ってきて、これから清水寺に向かいたいと思います。もうだいぶ暗くなっちゃったんですけど、清水寺に向かっています。意外と夜でも人がたくさんいますね。夜の清水寺初めて来たんだけど、こんな綺麗なの？近寄ってくる。清水寺のところを抜けて二年坂の方に来ました。ちょっとこの大きい階段降りながら動画撮るの難しい。次は知恩院の方にやってきました。こっちはね、もう全然違くて、すっごいカラフルでね、派手、なんかちょっと令和って感じのするライトアップですね。知恩院こんな感じです。ライトアップなかなかポップでファッショナブルな感じ。こっちはそんなに人も多くなくて、なんか落ち着いてライトアップ見れるかなって感じです。こっちではお坊さんがお経を唱えたりしてるみたい。除夜の鐘を大人数でつくので有名な大きい鐘があります。なんか大きくてね、つるんとしてる。はい、ところ変わって露子城の方にやってきました。今はコント町の通りを歩いています。コント町って川の方からは見たことあったけど、反対側こんな風になってるんだ。夜ご飯食べに来ました。おすすめということでお茶漬け食べてみます。本土町で美味しい夜ご飯食べてきたので、これからホテルに戻りたいと思います。おはようございます。2日目の朝です。今日も京都で紅葉を見ていきたいんですけど、結構ね、あったかいので着物を着てみようかなって思ってます。これから着物のレンタル屋さんに行ってちょっと着替えしてこようかなって思います。はい、着物に着替えてきました。こんな感じ、明るめの着物にしました。じゃあこれからちょっとせっかく着物を着たので人力車に乗りたいかなって思います。
ちなみに今は八坂神社に来ております。はい、じゃあ今回はこの恵比寿屋さんの人力車に乗ってみたいと思います。一区間なんだけど12、3分あるっていうので、人生初の人力車に乗ってみたいと思います。持ってる以上に安定感ありますね。あ、本当ですか。ありがとうございます。ちょうど紅葉も見えて綺麗です。結構ね、外国人の方がやっぱりカメラを向けてくるので、ちゃんとカメラ目線でニコってしてます。一番左に例の矢っていうのが、2人は死後も向かい合って仲良くしてるんだよっていう意味を込めて、ちょっとこう斜めに、コースによっては7時間。え？丸一日走ることももちろんあります。筋肉痛じゃないですか。そうですね。おお、一周してきました。すごかった人力車、本当におすすめなんで、っていうか絶対乗った方がいい。あと一人で乗った方がいいと思います。すごい快適で、おしゃべりも楽しくて面白かったです。人力車を降りて次は。祇園の方を歩いていこうかなと思ってます。着物だとすごい見られますね、人に。祇園の大きい通りに出てきて、ちょっとお団子を食べたいなと思って、有名なお団子屋さんを探してます。お団子は諦めて、通り道にね、なんかすっごい美味しそうな、なんかカフェがあったんだよね。ちょっとどうしても食べたくなっちゃったので行ってみたいと思います。ここのカフェに入ろうと思います。チーズケーキが来ました。でこっちはレモネード、めちゃめちゃおしゃれ。していきたいと思います。昨日歩いた本土町を通り過ぎて、もうちょっとまっすぐ行こうかな。アーケードの中に入りました。まあ、混み具合はそんなにかな。左側には錦天満宮があるんですけど、これを右側に曲がって、漬物売ってる。そのまんま、あ、お野菜売ってる。そういうことか、市場って。結構ね、外国人の人に写真撮られます。ご飯食べるところもなかなかにぎわってる。今ちょうどお昼過ぎくらいなんですけど、昼飲みのたこ焼き屋さんとかすっごい人いる。はい、お待たせしました。最初の一杯100円だって。飲んでみよう。輝きと今、買ったお店の前にありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、もらった。はい、お願いします。こんな大きいホタテ、いただきます。
ったです。ありがとうございます。嬉しい。錦市場の端っこまで来てちょっと右に曲がってみました。なんか通りがけに見つけたんですけど、19日にオープンしたばっかりのちょっと変わったわらび餅屋さんみたいです。いただきます。はい、またなんかテクテク歩いてたら祇園の大きい通りに出てきて小道に入ったところを歩いてます。お店を探してるんだけど、時間も時間でね、あんまり空いてないんですよね。結構もう散っちゃってますね、葉っぱが。市場の方に戻ってきて、今からこのお茶屋さんでなんか抹茶食べようかなって思います。30分くらい並ぶって言われたけど、結構すぐに進んでるみたいなの楽しみ。カフェ食べて外に出たらもうすっかり暗くなってました。パフェなんて食べたの本当何年ぶりとかいう感じだけど、すごい美味しかったです。そろそろ着物を返す時間なので、着物を借りた八坂神社の方まで歩いていこうと思います。はい、私服に戻りました。やっぱり苦しくはなかったけど、結構締め付けられてたのか、なんかねずっとお腹いっぱいだったんだけど、全然そんなことなくなりました。じゃああとはもう京都駅に戻って新幹線に乗って東京に帰ります。はい、東京に戻ってきました。秋の京都すごく楽しかったです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はるかんでした。バイバーイ。